僕あの実家を民泊にして始めたんですけど、はい、まだあの,じあの蔵の方はもう8年前からやって,てまて、あええ、そこそこいらっしゃってはくださってるんですけど母屋<あ>の,の方今年始めたんですけどまだ2組しかお客さん来なくてなかなかあの民泊って商売大変だなっていう,そう今そういう古民家を使っていろいろカフェやったり。うん もう民泊もどんどん増えてきてますから、はい、もう本当に移住だけじゃなくうん、うん、そういうことも今激戦区になってきてますからねそうなんですねもう古民家で素敵な家はいっぱいあるんですね、うん、だから僕はもう自分の,あの今までの思い出を飾るしかないと思って飾っってらっしゃるんですか自分の,作あの参加した作品のポスターを並べてきたんですけど贅沢な <laughs> <laughs> まあ早くも田中洋次資料館ができているみたいな。へー